ペペレレッットト専門店渋川市ペレットマンクマです今日はですね、4年前に設置をさせていただきました、木製作所さんの MD80 のですね扉のガラスが破損したということで、交換に来ています。今、ですね無事に外して、ですね新しいガスケットを入れて、ガラスの交換が終わりました。このようにですね、えー、綺麗になりました。 非常にですねあの、暖房に関してはいいストーブだということでお客様にはだいぶ満足をいただいている商品であります。えー、エネルギーはあの外国から買わなくてもですね、近くにある、えー、そういった薪の活用もですね、非常に重要だというふうに思っています。ペレットストーブのこと、メンテナンスのこと、新請設置のことまた群馬県で初めての電気を使わないペレットストーブに関すること。 また、マキーソー部に関することで何かございましたらペルク渋川店となりペレットマン群馬までお問い合わせください。